問題。辺の長さがルート6センチメートル、2センチメートル、ルート3引く1センチメートルの三角形の面積は何平方センチメートルですか？解きながら存分に楽しんでください。さらに一つの解法だけでなく、いろんな解法で解いてみてください。すると、その中でどの解法がオルドビスキー博士の作為かわかると思います。